今日の人工芝は、以前にも X ゴーストで使ったことがあったんですけど、その時もグラウンド的には、晴れてる部分とか張り替えてる部分が多少あって、別にその時は気にならなかったんですけど、今日は若干滑るかなっていうふうに思いました。ただこれは、アウトソールの相性というよりは、今日のグラウンドの状態的に他の人も滑ってたので、ボールがスリップしたり伸びてる部分があったので、若干湿っていたのかなというふうには思います。あと前に X ゴーストで使った時は別に感じなかったんですけど、やっぱりスピードフローは横の隙間が若干できるような感じがして、なので X ゴーストでレースレスを履いていて、スピードフローからは紐のあるタイプに変えている人がいるので、そこはうなずけるかなというふうに思います。